はい、おはようございます。12月20日月曜日です。太田市場よりお伝えしておきます。今 FAJ の競り番のところにいます。荷物も増えてきました。あ、ところで私は誰かというご質問があったので、一応じゃあこの辺に出しておきます。こういうものです。よろしくお願いします。今更です。で12月というか今年も切り花の仕入れは残すところあと5回になります。今度の金曜日と月曜日、次回のね、来週の月曜日が、マックスの仕入れとなってきます。何度も言うように千両待つ、この辺はもう入荷ないんで、店に来てあるものを買っちゃってくださいね。いや、寒い、すげえ寒いです。なのですが、ちょっとまだまだ荷物が届いてないようです。ちょっと検品からしていきます。寒い。更新しています。はい、おはようございます。12月の20日月曜日です。切り花入荷速報、遅くなりました。やってまいります。見ている方はいるのだろうか。あ、いた。おはようございます。よろしくお願いします。外行きます。唐揚げ松がなんかすごくみんな欲しがってるそうです。市場に唐揚げ松がないんですって。ちょっと買ってます。で、切り花、おはようございます。めっちゃ寒いです。ストックのこういうちっちゃい子から始めます。で、特価ユリが1300円、コーナーがこの辺にずらっと一応います。ピンクと白ですね。なんかね、まとまってなくて細かくいろんな種類になっちゃいました。市場内でユリがめちゃくちゃ少ないです。年末に出てくることを期待します。これがハボタン、なんか40円のやつです。こんぐらい晴れ姿です。で、ユーカリ特価です。すごいボリュームあります。これは丸化け一本物ですけど、ボリュームあります。で、これがアップルユーカリね。前回説明したようにリンゴの輪切りに似ているのか、似ているんだそうです。で、アップルユーカリボリュームこれもあります。トキン世界、クリスマスコーナーはちょっと追いやられてます。貴重なリンゴあります。中入ってきます。はい、正面ハボタンになりました。これから年末までハボタンがこっちかな、こっちかこっちで売っていくと思います。
で松は相変わらずこの辺にずっと置いていきます。ですおたりがありますの方に行きました。電話でめちゃくちゃ貴重です。次いつ入るか約束できない感じです。ソニアとシロとスイピンクです。花餅、これ花お餅じゃないです。なんだっけ、紙粘土です。マスカのフィットというのがポイントです。ドッキューです。ニコニアのボケです。あの人ボケじゃないです。こういう大きなマスコのことは後ろの方に乗ります。今季初のヒヤシンスです。ヒヤシンスになります。すごかったか、これマーブルか。マーブルってのは意外とちっちゃいです。こんなちっちゃいです。かわいいです。チューリップがもう少ないです。かなり少ないです。ピンク復色ってのはこんな感じ。マルタは赤です。ピンクってのはこんな感じです。ジャンポピンクみたいな感じだね。ラナンキュラス混合というやつとミックスっていうやつです。これは金魚草ピンクと黄色。ストレリチアやっぱり上がってきますね。年末ストレリチアもあります。上に上がってポルコが若干上がってカーネーション上カーネーション。ガーベラも少なかったね。まあ年末今週末ぐらいが、今週末ぐらいから一番もピークになってきます。うちもその辺ではたくさん入れてきます。農家もその辺に目指して入れたくさん出してくると思います。マンゴーいっぱいいます。ピンポンとピンポンの緑があったら濃くなってごめんなさい。こんなのでバナスタシアナに使って自分で貢献者を増えようというです。おースイートピー置き場がないんで今日3ケースしか買ってないです。これしかないです。バラも少ないんだな。だからこれしかないです。サンチェイサーと結構気のせいです、ラブパンとピンクローゼなしかもしれないですね。ナイチンゲールバラがあります。やべ、おじさんサンタです。